社長、はいはい、何にしますか。ギャラリー作ってすごいですね、ここ。うん、撮影、まあ、撮影なんですけど、撮影だね。やりたい企画ありまして、先、そうですね、企画言っちゃいます。和服着ている人を見つけるまで帰れません。いや、これやっていきましょう。いや、ほんとやめよう、ほんとやめよう、それは。いや、やりますよ。いないから。いや、いるんですよ。帰れないよ、ほんとに。帰れないんですよ。だからもう今日丸一日撮ったじゃないですか、時間。こういうこと。こういうことです。で、県外行くかもしれません。うーわ、怖えー。いや、ほんとそれやんの。そうです。ルールとしては、ぶっちゃけ交通費はいくらでも使ってもいい。いや、なんで予算決めてんの、そっちが。プラスで言うと、SNS も使っていいです、ぶっちゃけ。で、もう募集かけちゃっていいです。 SNS どこいますか的なやつ。今からやって。今からやって。いや、僕今日飲み会あるんですけど。いやいや、帰れるんですか。いや、わかんないです。で、今日ズルはダメですよ。スタッフさん来てるとかなしですよ。一般の方。あ、一般の方です。うわー、ガチガチのやつです。小坂、アパレルの称賛だから僕、このチャンネル。でも、ちゃんと来てる人の声聞くの大事だと思いますよ、直接。それ大事かもしれないけど、それは展示会でやったらよくないですか。今こう作ってるんだから、お店。いや、こういう動画でやるの大事だなと思って。要は動画でやんないと他の人に伝わらないなっていう。いや、マジか。展示会は伝わったら社長が聞きたいだけになっちゃうっていう。聞きたいです。視聴者の方に和服の良さを伝えたいという。和服の服は着てる人を探せばいいですか。そうです、着てる人とかも。今道端に着てる人を探すっていう。着てないとダメです、ルール上。きついっすね。パンツでも上でも。ちょっと待って、何でもいいです。僕らさ、はい、の服ってそんなに流通ないじゃん。あ、流通はないです。だから面白いんですよ。ユニクロなんていくらでもいるんですよ、ぶっちゃけ。いる。歩けば多分いるんですよ。ちょっと待って、そこで話しよう。ちょっと待って。本当にやる、これ。そうですね、もうこの時点からスタートです。うわ、うさくんさ、俺思うんだけど、そういないぜ。そうですね。ああ、今日帰れないぞ、それは。今日帰れないつもりでここ来てますよ、僕の場合。いや、マジか。そうですよ。マジか。そこまでの意気込み。はい。人の多いとこ行くしかないじゃん。そうですね。いや、人多いとこでもいいかも、わかんないですよ。山梨行っても全然そう声かけられたことないもん。そうですね。前なんかたまたま東京に来てる人いたじゃないですか。いた、たまたま。たまたま行ってない。あんだけ出張行ってやっとだよ。あのパターンがないとちょっと困るなっていう。じゃあ東京、やっぱ人が集まるとこ行くしかないってこと。だから SNS でうまくやるか。あ、 SNS でね。いや、通じるかな、その技法。技法。SNS でね、もう駆使するという。ここに来てもらうパターンもぶっちゃけあります。最悪。今日いますってやつですか。行ったらさ、東京行っちゃったらさ、使えないじゃん。そこはおもろいんですよ。うわ、きついよ、それは。よ、この動画で収めるまでは終われないなっていうやつです。ちょっと待って、どこで行く。いや、もうそれも決めるの。いや、それも社長任せです、全部。ほんと東京だね、じゃあ。とりあえず東京っすよね、うん、もう今日タイムリミットあるからさ、夜ちょっと、もう今日金曜日だから。飲み会の予定入れるなんて分かんないですけどね。だって丸一日開けてくださいって言ったら。お食事会、お食事会ですよ。いや、僕は丸一日開けててくださいって言ったら。終わると思う、いつもの感じだと。今日いつもの感じじゃない。すごい長いことやるよ、これ。いや、そうっすよ。ちょっと待って、じゃあ和服のことは知ってると。でもそもそもさ、流通量がないわけじゃん。いや、そうっすよ。だから知ってるけど持ってないって方がいると思うんですよ。まあまあ、ね、その方になんかこう一枚そこで着てもらえないってことですか。いや、それダメっすよ。ダメですか。着てないとダメです。着てないとダメ。はい。これきついぜ。ちゃんと企画になんです。和服着てる人見つけるまで帰れませんなんで。そういうこと。はい、わかりました。もう飲むしかないですね。そうですね。一回飲み込んでみる、やってみる。一回これやってみた方がいいです。やってみる。すぐ SNS やる。すぐ今やる。じゃあちょっとその様子を。そうですね。また撮ってもらうってことで。そうですね。わかりました。もうそこは SNS で。ちょっと待って、場所をまず絞ろう。絞ります。うん。そうしないと東京行っちゃったら山梨に来た人はダメじゃん。そうですね。東京で待つか。おもろいですね、東京待つパターン。山梨だって平日だよ今。そうですね。あ、でも金曜日ですもん、一応。金曜日。一応金曜日です。金曜日だけどね。だからお客さん来ればいいんですよ、もうそれで。あ、ここにね。あ、そうなんですよ。確かに。最悪お客さん来ればいいんですよ。確かに。そしたら大体来てるじゃないですか。大体来てくるじゃないですか。もう全方位だね。だからお客さん来ても来てなきゃダメです。はい、渡辺でございます。今日 YouTube の企画がございましてですね、こちら実店舗シップの方で渡辺はお待ちしております。ぜひともですね、和服のお洋服を着ていただくと、着ていただいて来店されたらですね、
もう私がねカフェラテをご馳走させていただきますので、ぜひともご来店ください。今ですね、これ小坂がですね、そういう企画で走り出しておりましてですね、YouTube でその企画が上がります。もしあの私ちょっと顔映りたくないのよっていう方はですね、モザイクね、あ、モザイクで、かけさせていただきますし、ぜひとも渡辺と会話をしようじゃありませんか。しようじゃ。ぜひともよろしくお願いします。お待ちしております。今日います。お待ちしております。いますって言っちゃったんですね。ここで待つのが粘る作戦ですか。粘る作戦か、もう DM でそこそこいますって来たらそこで知っとけばいいんで、そういうパターンか。ありです、そういうパターンもありですよ。どっちなんだ、どっちが正解なんだ。これは待つパターンか行くパターンか、どっちが成功確率高いと。それだからね、やっぱ行く方ですよね。成功確率って言ったらここ待ってる方が、まあそれはそうですけど、ここに来る来店者数って1日に1人か2人なの。だから運です、どちらにしても。どちらにしても運だと。もう一回取ろう、これは危険です。はい、どうも、渡辺でございます。今日ですね、YouTube の企画で、小坂がですね、和服の服を着ている方と出会わないと、渡辺帰れませんという、退社できませんという企画をやっておりましてですね、ぜひともお会いしようじゃありませんか。お会いさせていただければ幸いでございます。私、どこどこにいるのよ。東京、新宿の表参道にいますとかですね、あったらですね、ぜひともご連絡ください。ご連絡どこにです ?DM でいいんじゃないですか。DM。渡辺 DM 送れたんだっけ、多分送れない。なんかね、送れないようになってるんですよ。送れないようになってるんで。設定してるんですね。設定なってるみたいなんですよ。DM が多すぎてですね。多すぎて。多すぎて DM 送れないみたいになってるんですよ。どうすんのこれ。そう。すごい DM の数になってしまって。それかも、だからメールアドレス一個載っけとっちゃって、そっちに連絡してもらった方がいいです。僕のあのいつもあのお問い合わせメールの方です。送りますよ。うん。そこまでやるのおもろいですよ。これ今から。この時間からか。これ結構きついぞ。そういえばちょっと朗報があります。はい、困ったことになりまして、昨日。あ、どうしたの。スリランカの5時間の動画の確認をしたんですよ。うん、修正ってなかったと。うん、投稿しましたと。うん、収益が取れなかったです。あれ、どうしたの。著作権バリバリ引っかかりました。映ってるやつで、なんか5時間あるんで分かんないんですよ、どれが著作権引っかかってるか。本当。でもう収益が取れなかったです。じゃあ5時間何にも、ただの動画になっちゃう。お金の入ってこない動画っていう。もうこの赤字チャンネルどうしてくれる。どこで収益取るの。だから社長が一本ずつじゃないですか、なんか。うん、多分それのどれかが引っかかりました。か、音楽かなんか。ああ、どっかに入ってたか、撮った音楽の中に、ね、本当はスリランカのやつが引っかかるらしいです。ただ回してるだけじゃん、動画は。それ、いや、そうですよ。普通に5時間動画出すだけみたいな。全然意味ない。だから視聴者の人からしたら、5時間動画で広告入るとめっちゃうざいんですよ。うん。それがないから、うざくはないんですよ。そうだね。なんかボランティアみたいになっちゃってる。ほんとそうだね。だけど、編集者が払う、これの編集代バカならないです。すいません。バタ抜き、全部払わせていただきたい。これはね、やっぱ会社っていうのは面白いのはさ、やりたいことをやるために会社を作ってるわけで。そうです。で、自分がやりたいようにやりたいんですよ。はい、それを叶えたいんですよ。はい。これが生きる意味だったりするわけですよ。ああ、そうです。ね、今まで小学校、中学校と義務教育で来ましたと。はい。集団行動の中で、これが正解ですよっていう中で、やってくださいよだったじゃないですか。はい。こうじゃなきゃダメですよっていうの、結構ありましたよね。ああ、これが正解ですっていう。はい。そして、失敗しないように歩いてくださいよっていうのがあったじゃないですか。まあ、レールがありましたね。もうそれとは全く逆な世界が会社経営というやつでございます。自分にやりたいように形にしていって、はい、でレールを控えたレールなんか全くないから、茨の道ですよね、はい、草分けこうやってかけていってさ、行くわけですよね。保坂気づいたよね。でもそうですよ。どうやって行くんだ、どうやって行くんだってなってね。だからぶっちゃけ言ったら、それの集大成がこの5時間動画です。エゴの塊と。エゴの塊になった。非常に面白いですね。だからもうスリランカの動画見る際は覚悟してみてください。5時間あるんで。映画より長いっていう、誰が見るんじゃいっていう。いつも動画で映画並みなんですよ。映画5本分です。5時間あれば普通に海外旅行でね、見えちゃうよね。あ、余裕で。5時間だからどこまで行ける。ウランバートルぐらいまで行けんな、これ。行けますね。ああ、全然行ける。中国全然飛び越えるよ。そうですね。スリランカ行く前にその動画を見るパターンもありだと思うんですよ。そうだね。もう明らかな社長を旅行してる動画なんで。俺も5時間チェックごめんね。やばかったですよ、昨日。面白いっすね。1.5 倍速でギリギリ 3,4 時間で行けたっていう感じです。いいっすね。
そういう企画の延長で今日ね。そうですね。今日じゃあちょっと普通に新宿で見つけませんか。見つけませんか。うん、たまたま。たまたま。本当たまたまパターン目指すんですね。たまたまパターンで今使えるのがツイッターですね。おお。X。あ、そうですね。X で今呼びかけたいと思います。最近使ってないですよね。使ってないですよ。久しぶりの X がどのぐらい効果があるのか。このパターン初めてですね。すぐ反応があるのかどうか。改めて今 X がですね、フォロワーちょっと確認しますね。12,866 人。この方々にリーチしていただ、させていただいて。はい。さあ、出会えるのかどうか。あ、だから最下の YouTube しかないですよ。え、あり？ありですよ。どこでできるのそれ。普通に動画撮って投稿すればいいじゃないですか。か、コミュニティで文字でやるか。それ使わせて。お願いします。で、そうすると、13万人届きます。それで怖いわ。ちょっと、まず X って言って、とにかく東京に行こう。とにかく東京に行って、人がたくさんいるところで。もう一回なんかストーリー撮って、みたいな。今いるんですけど、っていう。和服着てる人いませんかみたいな。ませんか。っていう感じっすね。投稿の仕方を忘れてしまいました。投稿用の動画を撮ります。おお。本日5月17日。そうですね。和さん抜きに会える方いませんかみたいなのが多分いいかなっていう。で、和服の服着てなかったらダメなんですよね。そこで和服の服着てる方限定みたいな。あ、ちょっとお話ししましょうの方もいいかもしれないです。あ、YouTube の企画で、巷で和服の服着てる方とお会いする企画なんですと。そうです。着ている方に、はい。出会えるまで東京から帰れませんと。あ、もう東京確定なんですね。東京がまあ一番有効っすね。東京でまずいない可能性もあるんでね、まあ、出回ってないから。出回ってないです。出回ってない。いや、この企画を思いついたのはこの前和服着てる人に出会ったからなんですよ。あ、そう、たまたまあったね。それでこの企画やったらおもろいなと思って。たまたまあったけども、あれは稀だよ本当に。そうか、これだよ。すぐっすよ。思ったんですよ。最悪、うん、この企画がボツになる可能性もあると。あるね。最悪あるんですよ。あるね。そうなると、2日またきりコースになる可能性もあるという。うん、よし、これ行こう。おお。あとなんかもう一つ絵として、山の奥から始めるパターンもありだったんですよ。何それ。何山のとこ。もう本当に知らないとこから始めようかなってのもおもろかったんですよ。そっから下ってくの？いや、ここも十分だよ。十分この田舎だよ。田舎ですけど、うん、山の奥とかなんか絵になりそうかなっていう。そっからどこ行くの？そっからノアフ着て探すっていう。うわお、すごい。まだ優しい方です。まだ優しい方です。まだ来る可能性もあるね、ここの場合は。あ、まあね、もうお店があるからね。そうです。だけど社長が選んだのは東京行くという。これでちょっと東京で会ってみましょう。はい。行きますか。行きましょう。行きますか。行ってワフの服を着てらっしゃる方とまずお会いすると。はい。そしたら解放というところですね。あ、解放。解放。出会えるかどうか、本当にいるかどうか、ちょっと僕もドキドキしてますこれ。はい。認知されてる。そこも気になるけどね。はい。そこでやっていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあちょっととりあえず東京行ってからまた動画回します。はい。いろいろ SNS やっています。お願いします。ということで社長、はい、攻撃ついたということで。います。どんな感じですか今。反応はありましたけど。本当に会えるかどうか分かりませんけど。そこはちょっと怪しいですよね。なのに土壇場で東京行くっていう。そのために行って帰ってくる。あ、そうですよ。すごいね、ホサク君。今日の僕の一日をそうデザインしちゃったね。そうですね。一応僕あの社長でございまして。あ、そうです。やることあるんだよ。やることあるよ。いやいやいや、そんなことないですよね。いや、いやもう楽しいね、これね。いや、そうですね。じゃあ、また東京行ったら回します。はい。着きましたね。着きました。さあ、出会えるのでしょうか。いや、わかんないですね、これは。まあ、これで、和風の方の道に来てたら、シップに来てたらもう、いや、来てくれたら本当ありがたいですけどね。それそれで。そしたら待ってくださいって、速攻山しかない。もう行きますけどね。帰りますけどね。ということで、まあ、東京着いたということで。もう本当に、X1 本で。あ、そっち行ったんですね。今、X1 本でやってます。とりあえずどうします？腹ごしらえします。
行っちゃいます違いますか。もうなんか大丈夫ですよね。まだコメント来てないんで腹ごしらえしないから多分動けないですよ。動けないですよね。何があるか分かんない。やっぱ戦ですから。こっからの大阪行く感じとかワンチャンあるんで。いややめてそれやめよう。いや分かんないです、うん、バフ着てる人次第です。着ていたらありがたいんだよね。これ使わせていたら勝ちですからね。もうさ、リネンのシャツ着てる人全然いないね。いや本当にそうですよ。全然いないね。さすがにまだまだね、認知が足りませんよ。ああだからもうこの動画もだからほぼ認知拡大のためですよ。おお、そういうことなんですか。いやそうっすよ。てっきりさ、俺保坂昨日ラーメン食べてねって言うから今日行ったって言ったんかなって。いやそれはないですそれはないですまあでもラーメンは食いたいっすよね。じゃあちょっと行きましょうよ。ラーメン行きましょう。付き合いますよそういうもんないっすよ最近ラーメン食ってないですよね。今日もちょっとつけ麺ですね僕。自炊を始めてからラーメン来なくなりました。ああ抑えてる。抑えてます。いや今日絶対食べたかったやつじゃんそれ。いやこんなあれもないっす本当に。ここら辺だと、はい、食べログ最高で 3.9 とかっすね。 3.9 行きましょうか。そうですね、一回行ったところはちょっと今日はパスして初めてのところ。うわーでも 3.9 でそんな感じのところっすよ。あーいいんじゃないですか。行きましょう。ちょっと行きましょう。もうすぐそこっす。はいっす。これで見つかったりですけどね。まあそうですね。今ですね、新宿に着きましてですね、ワークの服を着て いらっしゃる方いるのでしょうかというところですね。今ばったり出会えれば最高ですが今募集をかけております。 X だけですけどねどうなるか楽しんでございます。いやもう昼ですからね。半日経ちましたから、はい、食べましょう。社長今日何時から予定あるんでしたっけ。6時半。いけるいける。いやギリギリっすよね本当に。それまでに出会いたい。パッと見いません。これ、いいかわかんないですけど、やっぱ東京のラーメンうまいんですよね。やっぱ、最初さ、全然ラーメン食べない人だったからさ。よしこさん言ってた方がいいっすよ。バフにお客さん来たら教えてって言って。ああ、そうだね。そしたらもう何のために東京来たかわかんないですけどね。そうだよね。これ左ですね。全然出ない。ワンチャン忙しいんじゃないですか。まさかの。うん、ワンチャンありますよ。だからラーメン食って帰るパターンありますよ、これ。まさかな。だから電話中だしかも、お店も。あ、人波乱ありそう。お店も電話中だ。東京来たのミスった説。ちょっと、そんなことあるかな。なんで。あれそんなことあるかな。これ左っすね。あ、屋台ラーメンとも変わるんですよ、なんか。あら、中洲屋台ラーメン。あ、それも初めてですね。あ、並んでる。やっぱ新宿ってすごいね。やっぱすごいっすよ。こんなに並ぶぐらい。あれですね、新興洋さんですね。あ、でも普通にうまそうですね。これですか。これです。行ってみますか。ちょっと行きますかね。地下1階、あ、こっちなんだ。でもありますよ、ミックスつけ麺とか。行きましょう。タイクー麺というのが人気なんですね。こんなのある。うまそうですね。じゃあ、タイクーつけ麺1つと、はい、ラーメン1つ。はい、空気麺とラーメンですね。いいね。はい、お待ちください。初めてですね。ラーメンにカツもかますから、ね、こんな感じで。もういいですね。昔ながらラーメンなんですよね。うん、ラーメン屋さんじゃないような雰囲気だね。いいね。楽しいね。大丈夫だね。来てる人いなそうっすよ。なんとかならんのかね。やっぱ和風婦人季節が出るのがちょっと困るんで。まあ出回ってないにしろやっぱ日常で来てないと意味ないじゃないですか。ありがとうございます。ラーメン屋さんでは誰もない。ラーメン屋はないです、はい、店の方誰も電話出ないのちょっと怪しいですよね。そうなんですよ。何でだろう。ありがとうございます。おー、いや、美味しそうね。こんな感じですね。美味しそうね。でっかいっすよ。社長はあれつけ麺ですか。もうね、僕ラーメン屋さんと大体つけ麺になっちゃう。いつだ。あ、これうまそうだね。はい、お待たせしました。そうですね。ありがとうございます。わー、こういう感じか。もうザルそばみたいな感じ。すごいっすね、これ。もう。でかいっすね。うわ、初めてこの展開。もう数々のラーメン屋さん行ったけど、こういう展開初めて。
ちょっと、ちょっと、若干、あの、この付け所の水出さがあるけどうまいっす、うまいっすか。そう、半端ない食べる。ショウドやっぱ合うんですよ、こういうランド。つけ麺を知らないですよ。こっからからコショウ半端ないぐらい食べたら、ね、昔ながらのラーメン系はコショウ入れる方がうまいです。わかるな、うん、醤油とか和風醤油って食べたら2種類ありますよね。本格みたいな、ね、なんか豆板醤ありますよ、すごいね、味変すごいね、すごいね、辛いやつ、ニンニクとかも、なんか脂身が結構乗っててね、そそるね。この肉だけでも辛いっぱいになりそうですよね。うん、そうなんだよ、ね、ちょっと量多いんだこれ、半分にいける？じゃあ一回1個もらう。うん、あ、うまって、うん、今日かけたら全然うまくない。師匠、一名様お待たせしました。この昔ながらの味にはここら辺で一番食べる音が高いから、うん、私だってラーメン肉を買ってると思いました。もうあったね、麺がいいですね、これ。うん、そう考えるとなんか山梨でこういううまいラーメンを作りたいですよね。自分が食いくれるとこ、うん、40歳くらいでやりたいですね。何落ち着いたこと言ったんだ。ラーメン落ち着いてからの方がいいかなと思っては。これまではちょっと誰もやってないことをやりたいっていう、まあそうだね、やってないことはのがいい、このぐらいかな。みんなやってないこと今挑戦するからね。そうですね。いや、うちらの会社もいろいろやってるよ。この前一回の胃腸炎ぶっ倒れたじゃないですか、また。うん。そっからめっちゃ健康的な食事ですよ。あ、気を使ってた。めっちゃ気を使ってます、最近は。いや、これパレッパレで動けないですよ。そうね。そう、僕たち待つだって。結局今日街に入るんですか。街です。まだ。ないですね。で、バフの方も連絡取れないと。連絡取ってみます、ね。これいたら勝ちっすよ。いたら。ここいたら、ね、ラーメン食ったら。だけになっちゃう。それまずいでしょ。どうなんですよ。ちょっとある案としてあるのが、うん、バフと似てるブランドの店の近くに行けば、うん、ワンちゃん来てる人いるんですよ。バフ来てる世界。そんな店あったか。なんかちょっと理念を買ってそうな行くやつに行けばワンちゃんいる世界あるんですよ。そんな店あったっけな。あったやつ全然トート知らないもん。案外あの最近で言ったら無印のとこだじゃないですか。あ、はい、無印にバフって行ってる世界あるんですよ。あ、ファンの方があの辺り周辺ちょっと行ってみる。ブラーって言われてお前のテープ友達になったんだろうね、無印で。友達なんで、あそこに行くのはありそう。行ってみよう。いや、しかも無印すぐそこなんですよ。すぐそこっすよ。すぐそこ確かそうっすよ。この通り、だっけな。さっきの道戻って、はい、13分くらい歩けば、こういう戦法もまあありっすよ。いるかもしれないという。僕多分2年後、ここら辺に多分住んでますよ。ビルか多分住んでますよね。へ、こっち絶対手出しますもん。何かしらで。ああ。結構来てるもんね。そうですね。いやもうなんか、最近交通費とか無駄っすもん。ああ。こっちの方がまだ仕事多いんで。アパート2年更新。2年です。うん。自分がもうね、心がたぎったら、もうすぐ、その時に、準備ができてその時にもうすぐ動いた方がいい。ああ、そうですね。だからもう俺、あそこ、いつでも出れる気でいるんで、物めっちゃ近いですよ。ああ。それでいいと思う。それが一番いいですよね。何かがもったいないとか時間とか、まあ、お金とかそんなのね気にしたらね、たぎった瞬間がもったいない。ああそうですね、うん、一瞬しか来ないからね人生で。何度もないからね。何度もはないですね、うん、これだっていうやつがね経営してると結構たくさんあるからさ。ああそうです、ね、何度もこれだこれだこれだってのあるんで、そのたびに動くって感じ。でもアンテナ張ってなかったらさ、これだっていうのがなかなかないわけだよね。ないですね。うん、味噌ラーメン専門店、ここは。あ、これもうまそうですね。これもうまそうだね。ラーメン巡りします。やばいな。そういうチャンネルじゃないからね、これ。でも、ここめっちゃうまそうですね。白味噌。これやばいっすね。今、やばいっすね。こういう感じになってんだね。東京すげえな。すごいな、もう。
社長、逆です。逆だった、バリバリ逆です。ここで動画回してるのマジリアルですね。やっぱ X さ、全然投稿してなかったからさ、反応がさ。だからもう最悪YouTube という手があるんで。最悪、そうだね。今昼間じゃないですか。うん、あのギリギリ1万人くらい見てくる。1時間くらいで。ライブでできる、できるんですか。あ、インスタライブ。またのインスタライブがあった。これは使える。やばい。ここでインスタライブは強すぎる。今ワフのインスタライブやってますよ。かぶってる。かぶってる。ちょうどかぶってる時です。だけどこっちにどうにか流れてくれないか。どうにか。そんなことあるんですね。ここでライブ配信する人。もう何でも使いますよ。ワフのインスタライブとかぶってますけどね。かぶってますね。もう自分とこのアパレルブランドを殺してまでも。俺が叩かれますよ。どうもどうも。今東京に来てます。ワフの服を着てる方に出会えるまで帰れませんっていうのやってるんですよ。電波大丈夫ですか？ここ。大丈夫です。結構見てくれるんですか？見てくれて、ありがとうございます。見てくださって。70人超えました。ありがとうございます。そんなことあります？はい。危ないな。何ですか？歩きスマホ危ないよ。一回止まります？ちょっと止まろう止まろう。今コメント入れました。電波が弱い。どういうこと？今出張です。はい。で、シップライブ中に社長も配信ですか？もう身内から刺してる状態ですね。かぶらせる。身内で、ほんとごめんなさい。電波が弱い。どういうこと？今治りました。保坂くん大好きです。いつもありがとうございます。てるよ。よかったね。保坂くん、髪の毛いいですね。保坂くん、ちょっとモテようとしてます、今。保坂はどうでもいいんですよ。会える人います？どっか場所を指定してそこで待とうか。ああ、脳がいいっすね。どっかあります？今、ここが新宿駅の西口広場っすね。西口広場。すいません、今ですね、新宿に来てましてですね、綿貫さんもモテようとしてますよね。来てますね。そうなんですね。来てますね。なんか会える人います？今東京で。東京で今ワフの服着てる方いらっしゃったら会える方いらっしゃいますかね。突然来て会えると思います？これ。かもうその人は地元に行くパターン。地元に行くパターン。どっか近くですか？ホリックさん地元どこですか？こんなライブ配信してない。新宿からどっか行けます？ワフ風の服はダメです。ダメです。ワフ風の服はもうそれワフじゃないからね、それ。今日来てます。熊本はいけないよ。え？熊本は間に合わない。まあ、8時間くらいかかりますよ。無理だよ。だってもう6時間くらいアポあるんだもん、僕。飛行機で行ってもたぶん無理っすよね。そういう感じか。離れてんだ。一旦あれっすね。どこか待ち合わせ場所を決めましょう、これ。待ち合わせ場所。待ち合わせ場所。どこどこのスタバとか。一旦無印向かってるんですよ。前の無印の宣伝でワフ着て行くパターンを考えて、はい、今一旦無印向かってる。無印、新宿の無印に今向かっております。前動画出したとこですね。前に動画出したところらしいです。無印さんとはマブダチになってるようなので、そのあたりはちょっとオープンなのかなと。その目の前まで行って、はい、どうにか。うん、その目の前で待ちんぼをやってですね、会えるのかどうかと。基本的には無印のお客さんなので、あ、ワフの服が着てるかどうかは全く分かりませんけど、まあ一応俺最悪のパターン1個考えてるんで大丈夫です。あ、なんですか？過去ワフを買った人を全員思い出してください。ちょっと待って、リストを思い出せと。ここでそしたら思い出しますよ。いやー、今ほんと来れる方、昼休み抜けれる方いらっしゃいます？新宿で待ってます。新宿周辺にいますから、ぜひともですね、新宿に合わせていただきたい。合わせてください。新宿を出るのが1時間半かかりますから、そう思うとね、4時ぐらいには完結させないとやばいわけですよ。最悪。これ間に合わせてください。タイムリープだと3-4時間。交差点とかで会えないかな、出会えないかな。普通にいないですね。社長だったら着てる人分かるですもんね。分かる分かる。リネンの服着てる人なんて本当に少ないぜ。この母数から言うと本当に少ないぜ。これニッチな業態だよ僕ら。もうここはね、4時の電車に乗るためにですね、渡辺君今動きますよ、今日は。人種が、ほんとたくさんの方がいらっしゃるような感じ。山梨、地元に行くとね、大体同人種よ。やっぱり新宿すごい。一個のなんかもう、アメリカだね。いろんな方がいらっしゃる。今すぐ新宿には行けません。少し時間経てば行けるかも。本当ですか？本当ですか？ワフの服着てこれます？着てこれます。待ってますよ。ワフの服着てきてください。ヒロキさんって前あれですよね、展示会に来てくれた方ですよね。
21日に遊びに行くのに会いたかったっていう、あー会いたかった21日残念、毎日和風の服を着てるのいつか会えたらいいなと、いつかはないです限りがありますから、もう今ですね、まあ、今ですね、今会いましょう、たまたまこの企画をやってる、うん、今会いましょう、こんな急に呼び出されることないからね、朝出社と同時にですね、もう会えるまで帰れませんっていうことやりますと、もうひらめいちゃったんですよって言ってですね、今日これがずっと一点張り、それのさあ他に来られる方いらっしゃいますか、差しでお会いしませんかという企画ですよこれ、誰か会ってください、まあ、なかなか会えないですからね最近はなかなか僕が連れ出してるもんでなかなか会えないです、多分社長の無事にないんですそうです、新宿今から向かいますっていう人いますよ、和服着てます着てるか、本当着てくださってる、松屋銀座でフォロワーさんがポップアップしてるんだって、和服のお客さんが、そういうの面白そうですね、それもそれで、あ、じゃあそこ行ってみましょうか、行ってますよ、うん、行くのは行くでおもろいですよ、一旦ちょっと10分くらい無印張り込みしましょう、うん、はい、張り込み、無印張り込み作戦やってろ、無印張り込み、ワンチャン和服着てる人いるんじゃないっていう、無印にあんだけさ、マブダチになっておいたんだ、でなおかつ再生数いってるんで、感じであればさ、もうマブダチですから、それは一人二人いるかもしれない、いなきゃおかしいというところでしょう、あとも最悪知り合いに端から電話してくという最悪ちょっとドブ板作戦ですねもうまあ、あの開始2、3時間なんですけど、うん、まあ誰も会えてないですねまだ歩いてラーメン食ってるだけっていう、まだ誰も会えてない、移動して新宿って広いね、まだ新宿なんだよ、こんだけ歩いて、そうですよ、でそこも無印ですよ、ごめん、ここ今新宿の無印にいます、前動画出たとこですね、前動画出たところここですね、これこれこれ、近くに何があるかっていうとですね、伊勢丹が近くにあるんだよね、そうですね、でこの無印ですね、無印です、この前来たとこですね、一回張り込みします、うん、張り込みにしましょう、めっちゃ迷惑ですけどね、無印のもうお店の目の前に渡辺立っております、立ってさあ和服の服着てるのか、さあどうなんだということ、ここに来てくれたらまあおもろいですけどね、松屋銀座に向かうそうです、松屋銀座に行けばいいです、松屋の銀座、はい、ここでなんかあのお客さんがお店やってるんだって、ポップアップショップだから期間限定ショップ、どの無印ってあの新宿ですね、企画が面白いですねって来てありがとうございます新宿にいくつもあるんだ、新宿の何これ 何通り店だ、靖国通り店ですね、いつも和服の服を着てくださってるんですよ、それでポップアップショップ出てるんだって、それは熱いですね、完全に行って着てなかった時にすげえショック受けるっていうところですよこれ楽しみですけど、運ですね、運ですね、着てますかね、銀座っすか、銀座です、一番近い、そうなの、そうですね、水分補給してくださいねって、ありがとうございます、じゃあちょっと行ってみますか、銀座行きますか、銀座のお店に行きますかね、はい、それで行ってみましょう、銀座の中で撮影できるんですか、まあ大丈夫ですよ、それなりの風格を出せば、風格を出せば、松屋銀座にちょっと行ってまいります、行ってまいります、はい、ありがとうございます、100人ぐらい今見てくださった、380人見てくださった、380人、多いっすね、よかった、そしていろんなコメントがくださって、ここに行けばいいですよっていうそこっすね、銀座っすね、銀座ライブ戦略強いっすね、松屋銀座行きましょう、一旦駅向かいますかね、これすっごい面白くない、面白いっす、面白いっすね、これ面白いっす、すっげえ面白いっす、みんな助けてくれるやん、助けてくれる、まだギリ企画倒れしないっていう、うん、で、まず一人、5分ほどで東京駅に着くんですが、どちらにいらっしゃる、東京駅、東京駅、だから銀座のとこっす、ほぼ、あ、そう、あっちだと、その人にそこの住所を教えればいいじゃないですか、そうだね、そしたらなんかもうその店のほぼ集客になるっていう、もうここに来てくださいって言って、そうだね、早くもうそこのポップアップの集客やりましょう、行ってそうだね、面白そうっす、なんかまたあの一旦着いたら動画回します、はいはい、ということで社長銀座に着いたということで、いややっぱ東京すごいっすね、面白いっすね、いろんな人いて面白いね、そうですね、ワクワクするね、これ東京にいる人ってもさ、もうこれ麻痺しちゃってるんじゃない、もうこれ当たり前になっちゃってるじゃない、これとんでもないことだよ、このお店の数と人の数は、もうあのバスとかやばいっすよ、2階建てじゃん、2階建てバスじゃん、2階建てバスあるじゃん、おお、渡れ渡れ、わ乗りたい、あれあれ乗ったら面白そうですよ、ね、うわ面白そう、こっちですか、こっちですよね、わかんないですけど今からですね、松屋銀座というところに行ってですね、どうやらそこに
和服の服を着てる方がいらっしゃると。で、情報手に入れて。情報手に入れて。そう、逆っすね。こっちっすね。すごいね。いや、すごいね。これをやれば、一応帰れる権利は得れると。ああ、これで大丈夫だぞ。いや、そうですよ。あの、エルメスと。うわ、すごい。いずれはそこに手出しますけどね。いやー、めよ、エルメスはもう、チャンネルが違うと思うよ。え、ラップのチャンネルっすよ。あ、高知とか、あ、ここ銀座っていうとこやっぱすごいね。そうっすよ。銀座はもう、あ、グッチありますよ。グッチ。アウトレットとかで比較してもいいですけどね。あの時計みたいの、すごいね、あの建物。あれすごいっすね。これがあの銀座ってやつですね。銀座すごい。新宿より少しゆったりとした流れがある気がする。ゆったりとした。いいですね。え、これかっこいい。アルマーニか。アルマーニですよ。もう立ってますよ、こうやって見てください。こうやってもうアルマーニが立ってる。3人立ってますよ。このバフはこれしないんですか。いやー僕やりますよ、こうやって一言も喋ってない。待てる、ずっと待てる。これ1時間くらいしか足りないっすよ。すごいね、ここもですよ。鬼塚タイガーだ。これ前川西さんがカバンここの取り上げた。あ、そうやつですね。で、再生数バリバリ取ってましたね。へえ。ベルサーチ。ベルサーチです。なんか買ってくのありっすよ。いや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 、小坂君、今日は動画で。今日は違うでしょ。プラスうんだ、これ、本当。100は超えるんじゃないですか。やめよ。ほんとやめて。すごいね。この、多分メイン通りだね、ここ。メイン通りに和菓子屋さんがあるっていう、すごいじゃん。銀座イコールちょっと和菓子のあれ感じしますね。でも考えてみて。絶対これ、家賃高いと思うな、ここ。ああ、そうですね。家賃高いけど、こう低単価な和菓子というものです。いや、和菓子で2000円、3000円しますから。そういうことか。そういうことか。全然低単価じゃないですよ。いや、その家賃考えたらさ、低単価に見えちゃうじゃない。家賃の相場知らないんであれですけどね。これ左っすね。それあれの、もう1、2個奥。あっち行って、右渡りたいです。いや、すごいね、これ。これはもう、いや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 、なかなか来れませんよ、ここは。来れないですね。しっかり観光客じゃないですか。うわ、すごい。これ右渡ります。あ、外国の方が非常に多いですね。多いですね、ここは。これでバフ来てなったらどうします？そしたら新宿にまた一からやり直しです。カーボン最悪、店変えるか。そうですね、どっちかっすね。いや、ちょっと俺着てないこと今想像しますけどね。着てなかったら本当どうする？ちょっと破けちゃいましたパターン。いやないない、破けちゃうから着てないっていうのはないよ。それはないよ。真っ直ぐですか？いや、ほんとちょっと理念破けちゃいましたパターン考えた方がいいですね。もうちょいですね。松屋銀座ありましたね。 ありました、ありました。三越っていうのは隣にあるんだ。松屋銀座ですね。この辺りはすごいんだろうな。地価が高そうだな。でっかいっすね、松屋銀座って。ここだよね。そうですね、でっかいです。ここに着てる人いるんですね。そう、着きましたと。で、どこにいますかっていうところですね。まず最初のお客さんはどうなんですかね。撮影許可取れるかどうかも知らないですけどね。そうだね、こんなとこ。しかもどこの店にいるのかも分かんないですよね。入っていいんですかね。いや、分かんないですけど。ここから入っちゃっていいんですか。端から店探すんですか。端からポップアップだから4階とか行きましょう。でもお客さんがね、 X の人がねいるらしい。ここにいるらしい。 X の人も。ここなんてところ。松屋銀座、今出入り口、出入り口にいますと。いますと。これで連絡が返ってくるんでしょうか。言うかな。危ない、道渡りますね。さあ、これ出会えるのかどうか。これはどうでしょうかと。あ、どう。来てくれた、来てくれた。来てんすか。これ今来てないんですけど。あ、そうなんですか。はい、うわ、持ってはいて。本当ですか。はい、マジですか。たまたま持ってきてて。本当ですか。あ、で、リーンデニムだ。はい、うわー、はい、本当だ。嬉しい。ここで出会えるとは。あ、そうですか。いや、どうも、はい、ありがとうございます。どちらでお買い求めになったんですか。普通にネットで。ネットですか。はい、そうですか、はい、ありがとうございます。じゃあ、初めて会いますね、はい、普段は東京にいるんですか。普段は浜松に、静岡の浜松に。え、今日どうしたんですか。
明日からあのデザインフェスタっていう。デザフェス？デザフェスのお手伝いでいつも来てるんですけど。あ、デザフェスの関係者の方なんですか？関係者じゃなくて出店側でお手伝いで。そうですか。はい、出て前乗りして明日早いんでさ。うわお手伝いですごいですね。やるんですね。お手伝いでも前乗りして。前乗りしないと。ちなみにどういったものをやるんですか？デザインというかその、はい。その人は猫の首輪とか。ああそういうの。花坂関とか。地元のお手伝いですか？地元の人ではないんですけど、はい、自分もちょっとやってて、その時に知り合った人のお手伝いをずっとしてて。そうなんですか。じゃあちょっと気が合った感じで、いい人ですね。いやそういう人と繋がれてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかやっぱあの僕たち価値観のすり合わせ結構大事だなと思っていて、いやお客さんもねいろんなお客さんいらっしゃるけど、やっぱり気が合うお客様と一緒に人生共に生きたいなっていうところで、服と同じで服も一緒に年を取っていくし擦れていってしまうけど、リペアしながらずっと長く企業があり続ける限り一緒に行ければいいなって、一緒に来てね過ごすもんですから、はい、一緒に過ごせればいいなって感覚でいるもんですよ。こういうなんか気が合う感じで良かったです。わざわざ来てくださってありがとうございます。だから持ってたの奇跡ですよね。持ってた奇跡ですね。ちょっとなんかイージーパンツとかで何かこう履くの時に肌が選ぶっていう感じだったんです。2年は結構前から好きで。あ、そうですか。はい。別なメーカーさんとかが持ってたりとかしたんですけど。あ、そうですか。たまたまデニムも好きなんですよ。デニムも好きで。はい、2年のデニムのやつが出るって言って、当時だからツイッターかな。ああ、そうです。X になる前だった。前、どのくらい前ですか？多分これ一番最初の2年デニムが出るって前からありがとうございます。本当ですか？いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいですね。いやー、そうですか。会えてよかった。なので気に入って結構入ってます。いやー、嬉しい。なんか、今日こういう会を設けてくれて本当にありがとう。逆に最初行くときマジかと思ったけど、来たら来たでお客さんと触れ合うのもいいっすね。なんか多分男性は少ないかなと思う。ああ、僕も、僕もあの SNS 見てたら、はい、女性かと思ったんですよ。あ、ですよね。はい、だと思います。男性だ、男性女性あんま出したい。めっちゃ嬉しいっす。めっちゃ最近男性の方もどうやら気にかけてくださってるようで、どういう人なんだっていうのが頭にまだこう輪郭としてあるような感じだったんで、会えてよかったです。いい人だった。いやよかった。わざわざなんかありがとうございます。あのこれが出ますんでまた何か。すいません。静岡です。静岡です。どこですか？浜松です。あ、浜松も有名ですよ。浜松キズの産地もあるし、あのリニューも作ってるとこあるんですよ。リニュー作ってます。あるんですよ、はい、ちょっとまあ生地幅狭かったりするんですけど、はい、あるんですよね。共に山梨の社員で、はい、あの車ですか？電車？電車ですね。あ、新幹線通ってんだ。いいですね。そうそう。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。まあ、せっかく来たんで、これ。え？いや、これだって絶対違いますやん。これ絶対その。なんかせっかくなんで、これめっちゃ別で買ってきたんですよ。いや、そんなことあります？静岡名物うなぎパイいただきました。ありがとうございます。いいんですか？はい。これ絶対その作業の一緒のやる人と分けるではないです。はい。違うんですか？はい、のは別に用意します。本当ですか？はい、すいません、逆にお土産をいただくという展開になりましたけど、じゃあ後で食べよう。これはい、そうですね。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。助けてもらってありがとうございます。本当にそんなことあるんですね。コンプリートいたしました。コンプリートいたしましたけども、一応まだ中で今は別なんですか？いや、今の人は X の方。ああ、そうです。中に二人マジでいるついでなんで。そうですね、あの今の人は来てなかったんでちょっとまだ三角かなっていう。ああ、っていうところあるんで。 X 一番最初に声上げてくれたよ。よく持ってましたね。そうですね。今だそれほどたまたま今日来てないけど明日とかに来ようと思ったっていう。泊まりに来たんで。そうですよね。作業するときとかなんか寝るときとか。いやー嬉しいですね。常備薬みたいな感じ常に持ってくださるっていうのは嬉しいですね。あれ面白いですね。カバンの中ワッフルが出てくるいやー嬉しい、本当嬉しい。しかも男性のお客様いないですからね。いないですね。僕は女性メインだと思って最初スタートしたから。だってまあツイッターの時ってあれですよね、ほぼこの YouTube 始めてないです。始めてないですね。ツイッター1万人ぐらいまでは始めてないんですよ。始めてないですね。中行きます。行きましょう行きましょう。
来ていただきました。ありがとうございます。奇跡ですね。もう大変嬉しゅうございます。ありがたい。綿貫も帰れる。ようやく帰れますね。男性と女性のお客様になったのいいじゃない。たまたまそうです、ね。そう、たまたまあった。下に男性のお客様いて。ちょうどじゃあ本当にさっき男性とお客様これでコンプリートでございます。本当ありがとうございます。助かった。なんかあれそうですね。あこれ和風の理念じゃないですか。これは和風の理念で、これはあの夜勤だったんですが、お泊まりセットといって。お泊まりセット、はい、これ歯切れセットですか。はい、歯切れですね。これ枕カバーと、あと、あ、歯切れ作ったんですかこれ。えこれ何、あそうか、夜勤とかがあるっていうことで、はい、スクッとパフでこれで振り回って寝てる。すごい、ワフのこれしっかりあのカバーにできて頑張れるというか、これ肌が選ぶということですね。あれがあると早くならない。お後がよろしいですね。銀座来てよかったですね。よかった。銀座の層ってすごいね。なんかちょっと違いますね。山梨と違いますね。全然違いますね。違いますね。いやーありがとうございます。なんか来てた。1時間かかりました。そうです。僕6時半からもうね、お食事会。4時の電車乗らなきゃいけないってことでね。ギリギリ間に合いました。本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。よかった。また6月1日に伺わせていただきます。またイベントに来ていただきます。なんか飲みましょう、じゃあその時に。はい。よかった。いいね、浅田くん。すっごい勉強になる。そうですね。なんかお客様と直接会えるってもいいし、普段どういうところに生息してるかっていうのもこれもまた勉強になりますね。そうですね、なかなかに。これはいいよ。ありですかこの企画。いいよこれ、楽しんじゃったもんこっちが。あとはいつも2時間くらい撮ってますけどね。もうちょっと早く告知をいただければ。もうだってこれだもん。あの今日の朝からもう絶対、朝の時点で告知をいただければもうすぐこちらに行かせていただきます。そうですね。先にね、行く場所の告知をいただきます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。面白い。はい、ありがとうございます。いや、面白いですね。どうもありがとうございます。ありがとうございます、本当に。僕ら帰れるということですね。帰る権利を手にしました。はい。あとあそこのお店の方にちょっと挨拶して、はい、行ってください。すいません本当に。ありがとうございました。はい、ということで社長。はい。帰ってきたということで。帰ってきました。無事帰還できました。帰還できましたね。今日のお食事会に間に合うということでありがとうございます。かかった時間9時からこれ始めました。はい。現在はい5時です。5時ですね。東京でよかったかもしれない。正解でしたね。正解でした。これね、本当面白いなと思ったのは、もう現代のマーケティングのあり方なんじゃないかと。まあ SNS のそうですね。SNS を駆使してですね、はい。もう何でも使えと。使えるもの何でも使えということで、はい。これってお商売でも成り立つよねと。ああ、そうですね。ね。さっきこのちょっと話したよね、なんか。はい。明日絶対10万円作らないと、この会社潰れるようになったら、はい。何でもやるじゃない。何でもやりますね。ね、渡辺君もツイッターやって、はい、ボイシーやって、はい、で、なんか、インスタライブやってですよ。インスタライブやって。東京で歩きながら。お願いですから来てくださいっていうことですよ。会えました。叶うんです。ありですね。ありなんです。じゃあちょっとこっちパターンでまた考えておきます。企画。いや、しないですね。はい。で、今来たばっかなんですけど、ここにお客さんが、来たのかどうか確認。そしたら、今日動かなくてよかったですかね。動かなくてよかったことになるじゃないですか。そうですね。聞いていいですか？うん、ちょっとそうですよね。吉川さん、内田さん、今日お客さんで和風の服を着て来店された方いらっしゃったんですか？こちらにですか？はい。もしいらっしゃったならば、僕が東京行くことはなかったんですよ。今日はお客様はゼロです。ノーゲスト？お、ノーゲストですか？はい。じゃあ良かったですね。今日ノーゲスト？ノーゲストに近いかな。近いってどういうこと？近いって。歯切れのお客様は。あ、歯切れお買い求めになってきたと。はい、で、その方、和服の服は着てらっしゃっ。着てらっしゃらなかった。着てらっしゃ。危ない。危なかったですね。危ない。来店者数ゼロのお店でございます。それでもやっております。はい、そうですね。それでも赤字なしでやっておりますから。これまたすごいですよね。そうですね。取るとこ取るよ。来店者数ゼロの時は諦めるよという会社でございます。行ってよかったですね。あ、よかったですね、たまたま。出会えたんですね。出会えました。
全身和服のお客様。和服の服を持っているという、だからカバンに入れてましたと。それで急いできたんじゃないですか。いや僕もそう思ったんですよ。社長のストーリーを見て。いや、うわ、そうじゃなかったんだよね。足跡です。たまたま浜松から、はい、たまたま東京に出張で来てて、はい、で和服の服を使おうと思って着ようと思ってカバンに入れてたんですよね。はい。男性のお客様でした。あ、そうですか。嬉しいと思いましたよ。うわーと思って。で、その次に和服の服を着てらっしゃるお客様で、和服の端切れで寝る、なんかシングセットみたいな。シングセット、だから夜間の仕事があると。そうですね。交代制ですかね。夜勤があると。そうですね。で、ちょっと仮眠するみたいな。仮眠するときに和服の多分大判の端切れですね、はい。あれを多分かけて寝るんでしょうね。あ、その方も。その方がいらっしゃいましたね。はい。お洋服を着てる方は。はい。あ、着てました、着ました。着てました。その方着てました。はい。すごいです、ね。着てらっしゃいましたね。本当に嬉しい限りでございます。東京行ったら出会えるということで。まあ、新宿は無理でしたけど、銀座行けば、ね。銀座でした。銀座で出会いました。銀座にいらっしゃるんですか。はい、銀座まで行きました。そのためだけに。で、その銀座のお店でポップアップショップやってらっしゃると。その方が。また別の方が。その方がインスタライブで教えてもらったんですよ。その方いますよと、和服の服着てますよっていう。で、やっぱ銀座の中はちょっと撮影できなかったからね。デパートの中だったんで。うん、デパートの中でちょっとその厳しいなということで、はい、でも着てました、着てました。あ、そうですか。ポップアップショップやられてる方が着てました。だからそれ言ったら合計3名になりますね、はい、非常にありがたい、非常にありがたい、すっごい楽しかったです。使えるものは何でも使えと駆使して、駆使しましたね。あれ、そして日頃のお客さんも見えたんですよ。僕たち出会える時って、うん、会いに来てくださった時ってやっぱ着飾ったりしている場面あるじゃないですか、うん、そうですね。でも普通の姿はどうしてるのかと、普段の姿、うん、ここが見えてすごく良かったんですよ。そうですね。あ、普段こういう格好してらっしゃるんですねと、でこういう持ち運び方してるんですねと、それが普段が出会えてよかった、普段のお客様の格好だったりどういう暮らし方してるのかなって垣間見ましたね。よかったですね。丸一日かかんなくて、かかんなくてよかった。よかったですね。かかんなくてよかった。本当にありがとうございます。だってもうギリギリですもんね。ギリギリ時間、この後僕予定が入ってるギリギリでしたね。本当にありがとうございます。危なかったですね。あ、だからインスタライブしたのが良かったですね。よかったです。あれが一番転換期でしたね、はい、インスタライブ。インスタライブをしたらですよ、はい、チップのインスタライブの視聴者数が減ったんですよ。やめてもらえませんか。同じ時間にインスタライブやってた。被りますよ。同じ時間にやったらいかんですよ。それはダメです。ただ情報共有があって今から行きますっていう、はい、フロアさんもいらっしゃれば、はい、きっとその方いらっしゃる、行かれたんですか。あ、本当ですか、はい、じゃ出会えた方がそのお客様だったっていう、だったかもしれない、かもしれないですね。あの一瞬のインスタライブで多分社長の方300人くらい見ましたからね。はい、本当ですか。300何十人か。300。ありがとうございます。300人くらいいて。ありがとうございます。そうですか。でもう皆さんに情報共有するっていう、どこどこいます、どこどこいますみたいな。いや、すごいありがたかったです。で、その中のフォロワーさんが、うん、フォロワーさんをフォローするっていう、フォローっていうか、ここがいいですよとか、ここにいますよとか。あ、そうなんですか。分かりやすく丁寧に説明してくれるっていう。綿貫がこの今あたりにいますよとか、ね。あ、そういうことです。はい、あ、そうですか。そうなんですよ。完璧なエンタメが生まれたっていう。エンタメが。そこにもまたスタッフがいるみたいな感じで。純スタッフじゃん。はい。マカさんっていう。マカさんっていう人がですね、そういうことやってくださったんですよ。称号をつけてるマカさん、ね。多分もう、うちの純社員で。純社員だと思います。純社員だと思います。お客さんなんですけど、そうやってやってくださるんですね、多分。本当にありがたかったです。ありがたかったですね。はい、そういうお客様に囲まれながら、僕も感じました、いろいろ。あ、これいいなと思って、これさ、いい企画だと思った。いや、土壇場でしかも金曜日にやるのちょっと戸惑ったんですけど、うん、まあいけるかなっていう。僕はね、楽しかった、本当楽しかった。ありがとうございます。逆に、はい、お客様を知れて、またこんな感じでアパレルのこと、和服の実態を知れたという。実態知れましたね。はい、in東京という、まあ、それも伝えられたかなっていう。本当にいい企画でございました。ガチで和服着てる人いたっていう、いたっていう、持ってたっていう。そうですね。東京で出会えたっていう。ワンピースを着てらっしゃったの。上と下と分かれてました。分かれてた。そうですか、はい、あ、さらに手持ちで持ってました。そうですか、はい、夜勤明けですって言ってました。夜勤明けで急いで来ましたって言って。へえ。でしかもワフの初期シリーズだったらしいです。あ、そうなんですよ。初期シリーズのものでしたね。そうなんです。スリーピングシャツの初期でした。ああ。
ここが角張ってたんで、あ、これちょっと昔のやつですね、はい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 、そんな話もさせていただいて、はい、じゃ盛り上がったでしょうね、はい、話はね、またイベントに来るそうなんで、ぜひとも、はい、ということで、はい、今日のがこんな感じで、はい、よろしければチャンネル登録していただいてですね、はい、次回どこに行くんだと、あ、まだいや、わかんないわかんないよ、穂坂がなんかわかんないよ、穂坂の企画をぜひと楽しんでいただいてですね、また綿貫ベルマークを押していただくと、綿貫と穂坂がね、その時間になったらピュンとあなたの画面のところに行きますからね、はい、ぜひとも登録していただければなぁなんて思います、はい、また次回の放送でお会いいたしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました。